大階段が崩れ落ちた。王を取らんと侵入してきたはずの曲者までが固唾を飲んで足を止めた理由は、血に染まる少女、そしてその体を抱く異形なる者の所作すべてが見まがうことなく優しさにあふれていたからに他ならない。ピタ、は小麦を直せ、頼んだぞ。敵の動きをただ立ち止まって見守るという愚侠、百戦錬磨の二人が続けたのは敬意の表れである。ここでは、まあな。ドクター・ブライス、ピトーが能力を発動した瞬間、致命的な油断、一瞬二人がそう覚悟したのも無理はない。それほどにたやすく悠然と王は二人の視線を横切った。運ぶ、ドラゴンヘッド。ゼノがわずかな知気すら念に込めようとしなかったのは王への敬意か、それとも、ここは戦争兵器の実験場じゃよ。心置きなく暴れていいぜ。その方に勝ち目はない。死に急ぐことはあるまい。やっても見ねえでわかるかよ。わしのことを何も知らんだろうが。人類という種のためか。ならば世の行為はむしろ強力だと言っておく。例えばお前たちの社会には国境という縄張りに似た仕切りがあろう。境の右では子供が飢えて死に、左では何もしないクズが全てを持っている。狂気の沙汰だ。世が壊してやる。そして与えよう。平等とは言えぬまでも理不尽な差のない世界を。要は何のために力を使うかを学習した。弱くしかし生かすべきものを守るためだ。奴は揺れている。蟻と人との間で、そしてまだ気づいていない。その二つが絶対に交わらないことに。おうよ、お互い大変だな。百尺観音、一の手。三の手。そんなに死にたいか。悟れ。その方が世と交わすことが叶うのは言葉だけだ。王よ、自分の名を知りたくはないか。やる気になったかね。
観音。つくもの手。感謝するぜ。お前と出会えたこれまでの全てに。王は極限まで時が圧縮され、意識のみがかろうじて捉えるネテロの残像を追いながら、ある感情に支配されていた。敵への惜しみなき称賛。あっぱれだ、褒めて使わす。虫が上から物言ってんじゃねえぞ。数百数千と重ねた打撃がわずかではあるが、王の内部に鈍い痛みを蓄えつつあった。しかし、止血しろ、そして世の名を言え。貴様はよくやった。人間としてはな。笑わせんな。小麦との対局が予知のごとき先見を可能にした。貴様が無意識に嫌う型、その存在が本来無限であるはずの選択にしるべを示すのだ。そこからの攻防は時間にして一分に満たなかったが、さあ述べよ、世の名を。ありの王、腕がなけりゃ祈れねえとでも。祈りとは心の所作。素晴らしい一撃であった。ゼロでさえも。世の名を言え。俺は一人じゃねえ。人間をなめるなよ、メルエム。メルエム、それがお主の名だ。ありの王メルエム、お前さんは何にも分かっちゃいねえよ。人間の底すらない進化を。それは
王が初めて感じる恐怖だった。あなたの心臓が鼓動を止めればこれは作動します。地獄があるならまた会おうぜ。そう、貴様は積んでいたのだ、初めから。爆炎の得意な姿からミニチュアローズ、貧者のバラと呼ばれ独裁小国家に好まれた。